中国人が旧正月で大移動です。今年は鳥年、みんな家族に会いに行きます。一年でこの時しか会えない人も、延べ25億2000万人が車で、3億5600万人が列車、5830万人、4350万人が移動。北京のような大都市はガラガラで、ギリシャとアイルランドの人口に匹敵する1467万人が街を離れます。列車の混雑のピークは1月25日、北京では60万3000人が乗車します。出発が最も多いのが広州で、ほとんどが工場の出稼ぎ労働者です。到着で最も混雑するのが重慶で、そこからさらに地方へ移動します。帰省の代わりに旅行する人も増えています。およそ600万人が海外旅行に行き、そのうち7割は団体ツアーです。海外旅行先で最も人気があるのがタイと日本です。3割が東南アジアへ、2割が日本と韓国へ。日のととりの年に生まれた人は時間を守るのが上手だと言われます。2月3日頃の U ターンラッシュでは役に立つかもしれません。